牧野忠明は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。上野国王御藩の第二代藩主、越後国長峰藩、長岡藩の初代藩主。下には、十四位下、自重。戦国武将から近世大名への過渡期の牧野一族とその家臣団を導き、不大大名の地位を確立した。その結果、越後長岡藩の立藩を果たして、 以後250年に及ぶ長岡藩政の礎を築いた。長岡藩領内越郡軍隅か、吉村の相当相広し寺。なお、同時には、牧野忠明の木造が安置されている。子女は五男三女実邸に、牧野秀重と牧野貴長がいる。秀重は、性格が激しい誘い兄の忠明に比して温厚で、人望が厚かったと言われ、 秀重を担ぎ出そうとする勢力が、藩内にあり、五家騒動が起こったが、未然に粛清され騒動とはならなかった。また、犠牲は心音をもって、旗本に召し出されたもので、越後長岡藩や、上野大御藩の所領を分与して、分家として分出させたものではない。犠牲の着流は後に海域となったが、所領の一つが、諸行に大抜擢されて、長岡港をご本元とした。 慶長5年9月、関ヶ原の戦いに参戦すべく徳川秀忠に、追従した忠明は、諸将と共に、前哨戦として、新州上田城に、真田正幸、信繁不死を攻める任に当たる。この時、逃げる城兵の誘いに乗って、城門内にまで攻め込んだがこれは、真田方の巧みな計略であったために、大敗してしまった。その攻めを問われた、大久保忠近は、 現場指揮官を切腹させて許されたが、ただあは所属の指揮官の逃げ家門を逃して、本人も出奔してしまった。父の安成も部下の抜けがけは、戦国の習いと弁護したため、秀忠の怒りを海上州東城に湿居させられた。しかし、戦後数月にして処分は勘定され、安成、忠明不死夫は、王募に復帰した。 その後の忠明は秀忠への忠説に励み、この件でのかもなく出世、英転を得ることになった。弟の秀重は、通称門戸ド江戸の忠明が初めて長岡入りする官営7年までは、長岡にあって、兄の留守を守り、家臣に人望があったという。しかし、家臣団の中には、武断派と恩賢派が秀重の下で派を競う動きがあったとも言われ、 忠明の上位により自害させられたとも、中殺されたとも伝えられる。この出来事との関係性は不詳であるが、寛永14年6月6日の彼の死から間もない6月22日に、忠明の着難三成が急死したことで、その後の牧の家内の軽死争いに発展した。装置は、栃地組椿沢の椿沢寺にある。法名は、霊光院殿閣僚原神孤児。 後にはいよいよ彦神社の旧末社後諸宮の御柱の祭人として、牧野保津聖唐御柱と共に、秀重も祀られていたといい、主祭人、大名口の命に加えての牧野家関係者御柱を祀ったのはその怨念を鎮めるためだとも伝えられている。ただ、明は、家臣の新潟大官、久野五郎太夫研究の妻に手をつけ、娯楽院がいたとする有力説がある。 越後長岡藩文書、書士遺書記などによると、久野里しの長男、宗うえもんは、別段の飯し出しがあり、ただあらの書き付けが与えられていたとする。久野里氏の後式は、次男が相続した。稲川昭きシリーズ藩物語長岡藩現代書館、2004年、16から17ページ。今泉正蔵、中岡の歴史第一巻、今泉正蔵。 長岡の歴史第一巻、内山木助、牧野秀重開始と長岡反対性の確立、長岡京都史十二号、1974年、48から56ページ、岡新執徳、弥彦神社末社戸柱、神社、長岡京史二十三号、1985年、諸子優書記、久野里宗衛門により住みの子、128ページ、長岡反政資料集マイナスや中編、 ありがとうございます。